アダンソン箱ヨコクビガメは、ヨコクビガメか箱ヨコクビガメ属に分類されるカメ。模式標本の産地は、ベルデミサキ周辺。カメルーン北部、ガンビア、ギニアビサウ、スーダン南部、セネガル、チャド南部、中央アフリカ共和国、ナイジェリア、ニジェール南部、マリ共和国南部最大高潮18.5センチメートル。廃坑はややドーム状に盛り上がり、上から見ると、 第8から9円パ板で最も幅広くなる、細長い卵型。第1から4、C パ板にはあまり発達しない筋状の盛り上がりがあり、第2から4、C パ板は平坦。廃校の色彩は、高褐色で、肺褐色で、黒や暗褐色の細い放射状の模様や、虫食い状の斑紋が入る個体もいる。間の土パ板は細長く、縦幅は、 横幅の約2倍。蝶津貝より全部の甲板は長く、左右の復興板の継ぎ目の長さの2倍以上。股甲板や交関板は横幅が急に短くなる。左右の交関板の間には深い切れ込みが入る。左右の股関板の継ぎ目の長さが、左右の交関板の継ぎ目の長さがよりも長い。蝶津貝は発達するが、復興を折り曲げても、 廃校との隙間を完全に閉じることはできない。復興の色彩は単光色や高褐色で不規則かつ不明瞭な暗色斑が入る個体もいる。頭部は大型で幅広く虫食い状の模様が入る。粉炭はあまり突出せず上顎の先端は針状に尖ったり凹まない。額板は非常に大型。頭部背面の色彩は肺褐色や暗褐色で 黄色や黄褐色の虫食い状の斑紋が入る。下顎や頸部覆面の色彩は単光色。頸部背面や獅子、尾の色彩は灰色や肺褐色。腰体の肺甲は中央部で最も幅が広く、C パンがも平坦にならず盛り上がる。また、C パンには筋状の盛り上がりがある。キールは成長に伴い不明瞭になる。オスは、 廃校が細長く、高高が低い。またオスは股間パンや高パンの横幅がより短い。少なくとも分布域頭部ではサバンナにある河川や、その周囲にある水場に生息する。植生は動物食の強い雑食で、昆虫類、甲殻類、貝類、魚類などを食べる。繁殖形態は卵生。種小名アダンソニーは、ミシェルアダンソニーへの懸命で、 和名や英名と同義。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。流通量は少ない。また、本種の名前で栗色箱横首ガメが流通したことも、ある。ありがとうございます。